開口率とは、工学での光の透過割合や工学での面積、あたりの開口部の割合、または流体が通過できる流量の割合を表す。建築分野でも独自の意味を持っている。工学分野での開口数を表す場合がある。また、入社した光量とで指した光量との割合である、透過率を指すこともあり、何も遮平物がなければ、開口率は100%となり、 全ての光線を遮れば0%となる。CD、DVD、BD の光ピックアップの性能が表現される。光学分野では、光学や流体力学、あるいは建築分野以外での用法として、面積あたりの開口部の割合という物理的な形状を表現するのに使用される。画像表示装置などの液晶パネルや、CCD や CMOS イメージセンサーなどの 殺造素子といった多様な電子装置内での光学的な要素も含む電子部品の開口部の割合を表すのに用いられる。電子部品中での航路は光を通さない電子回路や指示構造によって阻害され影となってしまうため光が通過できる開口部は制約を受ける。通常は平面的な計測量として全面積または 対象となる部分の単位面積あたりの開口部の割合で表される。この場合の航路の透明度は基本的に関係しない。例えば液晶パネルでは1画素または1サブ画素での光を通す部分と遮る部分の比率を示す。最新の電子部品では面積あたりの開口部の割合を示す用法ばかりでなく、光学的な光量変化の割合を示す場合も、 混在して用いられているので注意が求められる。また別に、これらの電子部品では、光の透過する割合は、透過率で表現して、開口率は、光線が通過する経路の物理形状だけを意味する。電気工学分野での信号波形を分析する手法の一つ、i パターンでも愛の開き、具合を示すのに開口率として表現される。流体への特性を表現する場合には、 ある面積に対する流路面積の比率を示す。工学での面積あたりの開口部の割合と同じである。建築分野では単純開口率と方位別開口比として表現されている。部屋の最高や強度の目安として用いられる。開口部とは窓や出入り口、通気口などを指す。ありがとうございます。